はい皆さん毎度毎度、はい、ワインディングね、ちょっと下から見てみたね、留学生さんなんかね、よくねあの、裏側はどうなってんだよってよく聞くけどね、大したことはしてないよね、意外とロットを斜めに置くのがコツだよね、これ、ワインディングと大会とか国家試験だと、これどうなのかな、国家試験の,あのワインディングの採点基準見ると、ペーパーがはみ出してることに対しては、んどうこう、書いてないんだよね。 それにしても何であれ袖が汚れてんだよあそこがよ現場だとね多少ペーパーがはみ出てもねとにかく手際よく巻いてくんねえとね仕事になんねえんだよねはいコメント返しねはいまあフルネーム言わない方がいいねこれはね川先生ね美容学校のね専門学校の校長はなんて書いてあるけどね美容学校はね国家試験受かればいいだけの問題であってねあの自動車の教習所と一緒でね どこの教習所でね、免許取ろうとね、F1 ドライバーになれるわけじゃないからね。美容学校でね、教えるワインディングっていうのはね、バッティングセンターで、機械が投げる、あの、本当にストレートの直球、毎度毎度同じとこに飛んでくるやつを打ち返すだけの、こう練習っていうのそれができればいいんだよね、美容学校の場合はね。で、それができなきゃ、国家試験受かんないから逆にね。で、現場に出たらね、もう本当にいろんな球が飛んでくるからね。 本当にね、1個2個のパターンを覚えただけだと対応しきれないからね。このワインディングだけど、1枚ペーパーと2枚ペーパーっていうのは折って巻くんだけどね。折って巻くときのさ、ロットのさ、角度が違うんだ、これね。今気がついたよ。ね。うん。うん、で、それやっぱり2枚ペーパーの角度にするとやっぱり1枚ペーパーの時負巻けないし、2枚ペーパーの時はやっぱり、 2枚ペーパーの角度、全く違うんだよね。右上がり、左下がりじゃないけどね。1枚ペーパーの時は、まあ、動画で見たら右上がりになってるよね。2枚の時は、あの、左上がりになってんだね、奥とかね。これね、一個一個説明すると全部よ、なんかこう、やり方とコツが違うんだよね。これ、シャギーが入ってる時は縦に落ちてしまうんだけど、ね、こうやってね。そんでもこうやってやるとね、あの、うまくやんないと、ほら、ペーパーの端っこから毛がこぼれて落っこちゃうんだよね。 だけどね、あの、シャギーがいっぱい入ってる時はね、あの、ペーパーを折って縦折りで使うってのも必要だよね。今こうやると右上がりで折ってるね。で、右上がりでやってほら、人差し指で紙の端っこを押さえて巻いてんだよね。さらにね、斜めになってたら最後巻き終わりが斜めに、ね、なるんじゃねえかと思うけど、その、ここのね、一瞬のここで、ここで滑らしてんだよね。まっすぐになるように巻くの。これね、手品みたいにね、もう訓練しかないね。 一日は二日でね、できるような技じゃないよね。これ今、袖の汚れ見たら接着剤だったね。これね、どうでもいい服だったんだよね。寒いからどうでもいい服着てたら、接着剤が今くっついてたよ。<laughs> 斜めにロッドを置くことによってね、あの、ペーパーの端っこが持ちやすくなるんだよね。あとね、やっぱり20分で60本ぐらい巻くの ?20 分で60本巻こうと思ったら、やっぱり1分間でね、4本ぐらい巻けなきゃダメなんだよね。だから、やっぱり手を早く動かす練習 雑でもいいから、とにかく早く巻く練習最初はね、どんなに早く手を動かしても、無駄な動作が多くてね、あの、早く動かしても時間かかんなよ。今これはあの、わざと一回シェープにしてんだけどね、早く巻くためにね。このパーマ巻く練習だけどね、日本人はね、なんか一つの頭を最後まで巻く練習ばっかりやってるよね。そういう練習も必要だけどね、でもね、サッカーとかで言ったらさ、 あの、試合ばっかりやって練習しようじゃなくてね。あの、部分的にね、ドリブルの練習だけとかね。パスの練習だけとかね。まあ、そういう練習も必要じゃないかなと思うんだよね。あと、男の子はとにかく力抜くことね。ウィッグをクランプに置かないで巻くっつの、濡れた雑巾の上に置いてね。まあ、今時ね、パーマね、テンションかけて巻かなきゃかからねってことはないからね。ノーテンションでも十分パーマっつうのはかかるからね。あと、美容学校だとね、 あの、教える先生によっていろんな教え方があるんだよね。どれを信用していいか分かんないと、いや、全部信用するっていうか全部正解なんだけどね。まあ、ほんにね、いろんな巻き方があるんだよ。美容学校の先生だってさ、美容歴何年なの何歳ぐらいの人なのうもうね、10年以下で美,美容師辞めたような人だとさ、美容業のことなんか大して分かってないからね。現場のことね、見て知ってるかもしんないけど、いや、本当のところは分かってないよね。10年ぐらいだとね。 あの、本当にね、現場に出たらこうやって折って巻くタイプ二枚ペッパーつんだけどね。これほら逆に置いてんだよね、ロットをね。これを覚えないともう現場で使い物になんないのよ。折って巻くとやっぱり髪の毛をさ、挟み込んでるからね。髪の毛の毛先にパーマがかかってたり、長さが不揃だったり、条件がね、あの、劣悪な場合でもね、的確に巻けるんだよね。 でね、やっぱりパーマね、巻き終わってくんなかったら仕事になんないからね。どんな髪の長さで、どんな状況でね、どんな太さで巻くかわかんないけどね。とにかくね、巻いてくんなかったら仕事になんねいいや、巻けばいいたって一人の頭さ、ね、30分も40分もかけて巻いてるようだとね、ただのそこらのね、大したことない頭をね、じゃあ仕事になんないのよ。 でも自分はやっぱり上巻きは1枚ペーパーでやってんだよね。だから上巻きはね、ちょっとトロック臭いね。1枚で巻いてるから。やっぱり1枚巻きで巻くっつの ?1 枚ペーパーで巻くのは上の方だけなんだよね。あとはみんなサイドとか襟足とかね、短くなる部分はだいたいもう小巻きはね、折って巻くかな。は、まあ、長くて巻きやすい人が来たら折らないでね、1枚ペーパーで巻くこともあるけどね。美容学生さんに伝えたいのはね、あの将来ね、あの現場でパーマ巻くと思うけどね、やっぱね、ペーパーを って巻かない人はね、遅い。特にね、襟足とかね、サイドとかね、巻きにくい部分はね、折ってね、しっかり髪の毛挟んで巻いちまった方が早いね。だからこの1枚ペーパー折らないで巻くっつうのは国家試験用の巻き方なんだよね。なるべくね、あの、美容学校卒業したら若いうちにこの折って巻くっつうのを練習した方がいいね。あとね、男の子は力んでね、テンションのかけすぎね。だいたいね、前測ったんでね、100g から 200g 以下だよね。このテンションっつうのは、たるまない程度の力で巻いてくれれば OK? 本当にね、男の子はね、気合が入れば入るほど力入れるからね、ウィッグが持ち上がるほど力入れる人いるからね、あれだめよ、やっぱり本当にいかに力抜くかね、男の子はね、女の子の場合は力なさすぎる子がいるね、あれはちょっと練習して力つけばなんとかなるからね、はい、お疲れ様でした。